エレベーター試験等左、ナショナルリフトタワー、地上高127.5メートル中央、ソレ、地上高173.0メートル右、ロットバイル試験等、地上高246メートルエレベーター試験等とは、エレベーター製造会社が、エレベーターの技術研究と、性能試験を行うことのみを目的として使用する、等の形をした、研究施設である。 エレベーター研究棟とも言う。1888年、オーチスワールドワイドはアメリカ合衆国ニューヨーク州のヨンカーズにある自社工場にエレベーター試験棟を完成させた。おそらくはこれが米国で最初のエレベーター試験棟であったと考えられる。高い棟と高層ビルを主とする高層建築物にはエレベーターが不可欠である。 1950年代までの世界のエレベーター試験棟は地上高50メートル強というものであったが、1967年に地上高90メートルの日立製作所、水戸工場エレベーター研究棟が日本の勝田市に登場し、建築物のますますの高層化に対応した。1982年にはイングランドのノーサンプトンにナショナルリフトタワーが登場し、 100メートル超の時代に入った。その後、100メートル超のエレベーター試験塔が世界でい区棟も建てられていったが、50メートル前後のものも新たに建てられてはいる。2009年、現代画山が韓国のイチョン市に地上高205メートルの試験塔を建てると、これを皮切りに、世界のエレベーター試験塔は200メートル級の時代に突入してゆく。 2010年代後期後半から現在までは200メートル急降半の時代である。また、2010年代後期後半から2020年までは世界の大手エレベーターメーカーがこぞって中国本土に世界最大級のエレベーター試験等を建設していった時代でもある。2021年時の地上高ランキングで上位6棟のうち5棟までが 中国本土で新築されており、例外はドイツで新築されたロットバイル試験等のみである。エレベーター試験等は、ほとんどの場合、特別な名称が付けられていない。例えば、オーティスワールドワイドのエレベーター試験等は、様々な時代に建てられたものがあって、それらのいくつかは未だ現役もしくは現存するにも、かかわらず、どれもが区別なく、オーティスティストタワーである。 上海市にて2018年に竣工した一棟も完成時に世界一、現在も世界第二位の高さを誇りながら、名称は単なるオーティステストタワーでしかない。そのようなことで、当セクションで用いる名称も、固有名称か通称があるもの以外は多分に説明的名称となっている。G1 タワー、富士テックエレベータ研究棟、東芝エレベータ 府中工場エレベーター研究棟。ありがとうございます。